藩文帝小綱の娘。母は藩宿妃。陽光子は美人として有名で、番頭の政治家、李昌印の詩にも読まれている。祖父である武帝からも可愛がられていた。549年、法慶の乱によって南朝張の詩との健康が陥落すると、法慶は小綱を皇帝に擁立した。その際に、法慶は、 14歳だった、陽光主に無理やり迫って、自分の妻とした。なお、方慶は他にも、宿敵羊、ただしの娘の養子や、漢、文帝のいとこの正正則の娘を目かけとしている。方慶の軍師の王位は、方慶が主職にふけって、政務を帰り見なくなった原因として、陽光主の美貌をあげ、還元を行った。一方で、陽光主も、方慶に、 王位の悪口を言った。王位は不安を覚え、法刑に、漢・文帝の死殺を先導した。551年、漢・文帝が法刑に殺害された。552年、今度は法刑が昭役の軍に敗れて部下に殺害された。法刑の死体が死にさらされると、民衆は恨みを晴らすため法刑の肉を生すとして食べた。そして、陽光主も、 法慶のナマスを食べた。その後の陽光主の自責は伝わっていない。通り天遠隔化、慶も、漢文女陽光主ためひ。受け三角及び種母藩宿費縁無聖衆。史実眼、慶なお、三角女陽光主兵の王生児、王政治。大石しばしば関係。慶も、告げ主主誘惑言、いおそれしどころ山、隣接女状および、刑事派領廃棄。 申しおたし、字恐れぶよしひさあり、よく相当大くらい。大い曰く、自己移りかない必須配率、きしめせ我が意見、かつ絶かで民房。軽重の、ありがとうございます。